勝山城博物館は、福井県勝山市平泉寺町にある天守風、建築物の博物館。天守風の建物の高さは57.8メートルあり、日本一の高さである。姫路城天守に似せたコンクリート製模擬天守であり、二の丸、三の丸、舞出しなどの車は存在しないが、堀や城門は重厚な造りになっている。石垣には、 勝山市を流れるクズリ川と勝山市から発見される恐竜化石にちなんで9匹の竜が掘り込まれており、通常の城郭建築ではないことを強調している。江戸時代に勝山市域を治めた勝山藩の勝山城には、天守台は存在したものの最後まで天守が造営されることはなく、その城石も昭和40年代にはほぼ完全に消滅してしまった。博物館は、 こういった歴史遺産の記憶を止めるための象徴であり、模擬店主としてではなく、あくまで博物館としての側面が強調されている。勝山出身の実業家、総合タクシーの創業者である、忠田田清の手により建築され、1992年7月19日に開館した。江戸時代の大名武具や、染色品、合戦図屏部、新大の中原地域の民間刺し 日本の近代書などを収集展示している。現在は公益財団法人、忠だ文化教育記念財団が博物館を運営している。2014年度からは、私立の博物館施設を持たない、勝山市と連携を結び、収蔵庫の共同利用を行うほか、共済展覧会を開催している。天守風建物の周囲は、数千本の植栽がある。 日本庭園となっている。毎年4月には館内及びこの日本庭園を利用した大規模な茶会が催されている。ありがとうございます。